わっしーだっす。はい、今回はハートビートのイベントについていきたいと思うんですけど、実際にこれね、やった感じとか、やってみたらどうなったとか、どこまでできたとか、どういう風になってるとか、ハートビートの内容を実際にやったらどうなったということでいこうかと思うんですけど、はい、皆さんこれハートビートって何のイベントかというと、美女に関するイベントでございますね。何度もね、今まであったようなイベントなので、これからも多分出てくるかなと思います。今現在はハートビートと書いてあるんですが、だけどこれから出てくる時は名前が変わってるかもしれないですけど、同じような内容だとは思います。はい、それで上の方にね、黄色いゲージがあると思うんですけど、ちょいとここ見てくださいよ。はい、これね、現在31931と数字がなっております。黄色いゲージの中ね。で、ここがね、この数値が32000までいくと、こちらの内容が今回もらえるわけなんですよ。これね、私はこれをもらえるわけなんですけど、皆さんはどのぐらいまで行きましたか？ゲージがどのぐらいまで行きましたか？行くことができましたでしょうか？はい、そこで一つ注目なんですが、これ残り時間がありません。あと50分ぐらいしか残り時間がありません。はい、だけどこれね、簡単に32000ポイントまでここの数値から行くことができるわけなんですよ。はい、それというのはね、これ中身はね、いろいろとあるんですけど、ポイントをね、どんどん増やしていくという形ですね。今32000ポイントまで増やしたいということなんですけど、増やすためにはどうすればいいかとありますね。このような形でいろいろと僕は今まで32000ポイントらへんまではね、持ってきたわけなんですよ。いろいろと手順をね、踏んでやり方をいろいろと試行錯誤して32000ポイント付近までやってきましたということなんですけど、この中で下の方に書いてあるんですけど、今だったらね、これ T10 単位とか T11 単位 T12 単位をね、これ1000人訓練すると1ポイントもらえるらしいんで、1000人訓練するだけでも1ポイントゲットできますよと。T11 の場合だったら1000人で15ポイント。これ結構高いですね。T12 なんて1000人で30ポイントですからね。これめちゃくちゃ高いじゃないですか。それでね、あとそれ以上に上の方に書いてあるんですけど、番号的には3番。指定のアイテムを使用すると総合のポイントを獲得できますとありますね。これ、バラ使用してもいいし、宝石カード使用してもいいし、と、いろいろと書いてありますよね。なので、この辺でちょいと上げていきたいな、ポイント上げたいなと思ってますね、僕はね。なので、強制的にいろいろともう無理やりでも、32000ポイントまで持ってきたいわけなんですけど、このぐらいまでのね、だいたい今31931までいってますね。隊員の訓練もそうなんですけども、隊員の訓練はあまりね、僕そんなに隊員訓練してないわけなんですよ。ハートビートが始まってからは T10 のね、隊員を僕は1日1000人ぐらいしか作ってないわけなんで、あまりね、隊員の訓練でポイントが上がったっていうわけじゃないんですが、だいたいこのぐらいまで行くには、バラをね、使用した数が1万本ぐらい。そして、ゴールドを使用したゴールドの数が10万ゴールドぐらいだと思うんですよ。だいたいね、そのぐらいだと思います。その他にも、たくさんね、進めば進んでいくほどもらえる、ポイントはね、進めば進んでいくほどもらえるものがたくさんあるんで、これが2000ポイントいってからこちらのやつももらえるし、7000ポイントでこれ、内容がね、もらえたりするし、14000ポイントでこの内容がもらえたりしますね。で、中にはね、高級ギフト交換券とかもありましたから、こちらの方で。そういうのを使っていって、どんどんね、ポイントも貯めていったということですね。で、最後にこれ32000点いくと、私の場合だったらこれ、一番狙いやすいかなと僕はね、思うんですが、最後にと言ったんだけど、僕だったら32000ポイントぐらいまでが限界かなと。それ以上いける人だったら45000ポイント。こちらの方で内容がもらえてますね。これキラーコインとか強化サプリとかも出てきます。宝石カードもありますね。で、マックス6万ポイントいくと、このような内容にはなっておりますよ。はい、だけど時間がないので、いち早くやっていきたいですね、これ。32000ポイントまで行きたいんです。実際に私が持ってる美女とか、内容とかいろいろと紹介しながら行きたいと思います。何を今回のイベントで解放できたかとかも紹介していきたいかと思います。はい、ダイアナ。皆さんこれ多分ダイアナ持ってるわ。ダイアナ持ってますね。はい、こちらの花の舞も持ってる人が多いんじゃないかなとは思います。私は持ってますね。あと、グレースももともと持ってました。私はこのイベントが始まる前に持ってましたね。キャサリンもありましたね。今回のイベントで解放した美女ね、何人かいるんですよね。で、カリーナがいます。はい、こちらですね。で、私は、こちらは美女のかけらを集めて、以前から集めてたんですけど、集めていって、こちらの美女を今回解放して、ここまでやりましたということなんですよ。なので、ハートのイベントが始まってから解放させて、ここまでいけましたよというような内容ですね。なのでゲージをこの美女のマックスにさせて、あと贈り物を贈りまくって、星ランクの方も解除させていったということですね。あとマーリンはもともと私はいまして、これはハートのイベントの前からいました。石原幸子もいまして、このまんまですね。だけど色々と宝石カードを使ってあげたりもしてます。アシュレイも持ってます。ね、この辺もね、暴走の攻撃力、だいぶね、上げてるような形でもあるんですけど、レベル4までいってますね。レベル4までここら辺も上げとります。あと、チェジヒョンは、今回、ゲージが少ない形、少なめな形から、美女の好感度はね、少なめな感じからほとんどない感じ、10分の1ぐらいからマックスに持ってって、ここ星ランク4までやってありますということですね。マリアは持ってます。マリアはだいぶ前に解放して、星マックス、星5のマックスになっております。アナスタシアは、今回ね、ゲージをマックスにしたんですよ、僕。ちょっとね、ゲージが全然上がってなかったんで、10分の1ぐらいしかね、上がってなかったんで、好感度をマックスにさせて、星ランク2まで持ってきまして。なので結構ね、やってるんですよ。あちこちの美女をやってる、好感度上げまくってて、星ランクも上がってる状態なんですよね。あとはこれアンジェラとか持ってないんですけど、まあ、このね、美女までになるんですが、まあ、ここまで行きましたね、一応ね。だいぶ上げたなと思うんですよ。で、あとね、ゲージが足らなかったんで、まあ、この辺とかもレベル上げていって、やりたいなと思いますよ。もう無理やりね、本当に、ゲージ上げて、この辺で宝石カード足りなくてもレベル上がらなくてもいいんで使っといて、レベルを好感度をね上げたいわけですよね。さて皆さんだったらどこのゲージを上げますでしょうか、一体。はい、これレベルアップって、アップって書いてあるとこ上がるんで、これね。まあ僕はね、暴走の攻撃力とかもいいと思いますし、あとね、突進のダメージが上がる人もいますんで、美女がね、その辺もいいんじゃないかなと思いますよ。はい、この辺見てってくださいよ、いろいろと。皆さん持ってる美女だったらわかると思うんですけど、持ってない人だったらね、あー、なるほどねと、こんな感じのスキルもあるんだなと、ステータスもあるんだなと、上がるところもあるんだなと。ね、いろいろと見てってもらったら分かりやすいかと思うんですが、はい、今回紹介させていただく暴走族の突進のダメージが上がるところはこちらでございますね。はい、左から3番目の突進のダメージが上がるところでございます。はい、これがね、一応一番左は、ボートが受けるダメージ 2.5% を軽減で、左から2番目が専用車両の攻撃力 2.5% アップになってますね。それで左から3番目はね、すでにレベルがね、3になってる状態なんですけど、僕は今レベルを3にしてる状態なんですが、そのレベルの3の状態で、暴走族突進ダメージ 4.5% アップになっておりますね。はい、そしてこれをさらにアップさせていきたいんですが、宝石カードが足らないみたいなんですけど、一括贈呈でいいと思います。はい、こんな感じでやりまして、次に上がったならば 7.5% になります。なので、ここの場所ね、だいぶ突進ダメージ上がるんですよ。この美女の左から3番目のところはね、めちゃめちゃいいと思います。なので、美女を解放して、好感度マックスにして、星ランク3まで行ったならば、この辺の暴走族のね、突進のダメージ、アップのところね、上げといてもいいんじゃないかなと思いますよ。宝石カード使ってあげてもいいんじゃないかなと思います。そして、今現在、ハートビートはどうなったかというと、はい、もう時間がね、あまりないですが、なかったですけども、はい、こんな感じで、今宝石カード10枚使いまして、あと上の方が32,000 ポイントまで行きましたよ。実際ね、32,790 ポイントまで行きましたね。はい、なので、この内容をもらいましたよということですね。限定ギフト交換券っていうやつがね、これ欲しいんですよね。これが。めちゃくちゃ必要なんですよ。で、他にもね、いいなと思うものもあるんですけど、バラとかももらってやってますよね。バラとかももらえてるんだけど、交換ギフト交換券なんてやるとね、この辺でね、交換できちゃうこともできるんでね、交換したいものが、交換できるような形でもありますんで、この辺はすごくいいんじゃないかなと思います。なので、これをどんだけ交換するかとかもできますし、あといろいろとね、どれを交換したりとか選べたりもしますんで、実際に交換していって、どういう風になるかというと、これ交換していくじゃないですか。交換すると物が揃いました。それでさらに交換して、ビジョンにあげれるアイテムに変えて、ビジョンに贈呈するということでございますね。はい、こんな感じですごい使えるような形もありますんで、よかったらね、ぜひ参考にしてみてください。皆さん、このね、ハートビートのイベントめちゃくちゃいいと思いますんで、僕はここのハートビートのイベントが来るのをね、大体は来るのかなっていうのを知ってたんで、予想してたんで、バラとかね、宝石カードを取っておいたわけなんですけど、皆さんもね、ハートビートのイベントが不定期ではあると思うんですけど、あるんだなと頭の中にね、置いといてもらったら、こういう時に重点的に美女とかね、使うといいかなと思います。バラもそうだし、宝石カードもそうだし、持ってるアイテムとかいろいろね、一気に使うのもありじゃないかなと、解放するのもありじゃないかなと、僕はね、思います。よかったら参考にしてみてください。他の動画にもね、参考になる動画とか、攻略動画、戦闘動画とかね、いろいろとやばい動画とかありますんで、よかったらそちらの方も見てください。チャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。